宮沢の、まあ、一番こっち一番最後のギリギリのところになる駐車場ですね。あの最初と言えばいいのか一番近いと言えばいいのか、そこからの駐車場からのファンですね。11日よね、記念祭が9時からあるので今日ですけどそれを行きたかったんですけど、ちょっと今日違うあのところに行かなきゃいけないんで、この11月の2月ですね、2月の3連休は何かどこかでも祭りがあります。何を記念祭かどうかは別なんですけど、10日がその日なのかどうかはちょっと分かんないんですけど、御霊神社本宮では初牛と稲荷神社のお祭りがあって、皆様が来たでしょ。で、桧原も同じ日ですね。桧原も同じ日。桧原じゃない、梶原神宮も一緒の日ですね。で、あと、田原本町の村屋神社も午前中、それがあって、午後4時から、なんで4時からだと思ったんですけど、お祭りが2つあるから時間ずらしてるんですね。御桜祭ですね。田植えの神事ですね。ちょっと早いなと思ったんですけど、奈良ではそのぐらいの時期ですよっていう話だったんで、ちょっとね、関東というか北陸の方だともっと後なんですけどね、3月の遅いと4月とか、東北の方で3連休、5月の3連休というか、ゴールデンウィークですね、と時にやる、例祭と一緒にやるところもありますね。青森だったかな。だからそれが神社によって時期はちょっと変わるお祭りです。明日も来るので、ちょっと、ご紹介またはゆっくりしたいと思うんですけど、ハライドショー、ハライドのお母さん。今日は雨上がりですけど、そうじゃない日に来ると、また、驚きがあります。夏日の神様。寝言言わないと言わないですね。これもまた、ちょっと、ゆっくり行きたいと思うんですけど。そうですね。何回か紹介してるんで、私の動画を見てる人はまた来たのねって思ってるかもしれませんけど、木が好きな方はここで記念の木を500円、1鉢って言われて人ない500円ですね。で、見てもいいと思います。なんか出勤って感じですね。早いっちゃう。多分ブーザーが朝のノリとあげるかあげないかぐらいな時間なんですけど。で参拝していただいて、いいお参りをしていただければ。一応ね、記念祭なんで、あんまり今日はゆっくり、見てられないんですと思うんですけど、午前中来たら、早くても、御朱印だけは出してるので、社務所でいただければ、いただきたい、参与していただきたい方は参与してもらえばいいと思います。